だものを生かしてチーム全員がコート上で走り回って一生懸命なプレーをしたいです。応援してくださる方や見てくださる方に感動するようなプレーをできるようにしたいです。そうですね、この冬を一生懸命この子たち努力して乗り越えてきましたので、この子たちがどんな成長しているのか私もとても楽しみにしている、そんな状況です。今度の大会で、自分の努力してきた方向性というのをもう一度確認してもらって、今大会がインターハイや、インターカップへとつながっていくようなそんなバスケットボールを、全力にしてほしい、そう願っています。